2023年、今年も1年ありがとうございました。福井県の観光地や福井県のグルメ、旅行の紹介をしてきました。今年もあと1日で2024年を迎えます。来年の3月16日に北陸新幹線が敦賀まで開通します。新たな福井県を紹介していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
来年もよろしくお願いいたします。